こんにちは。今回はですね、いきこさんがお気に入りの YouTuber さんを紹介してくださいましたね。タスクコマさんって言って替え歌をされてる方なんですかね。だからここでね、いろんなヒントがあるんですよ。例えばこういうふうな替え歌でもアクセスを集めることができて人気者になれるってことですよね。基本的に歌唱力とか発想力がないと、これはただ替え歌しただけではダメですけどもね。それからもう一つはですね、いきこさんがこのタスクコマさんを紹介することによって、タスクコマさんのファンの方がいきこさんに流れるっていうルートもできるんですよ。だからね、人を紹介するといいことばっかりなんですよ。どんどん人を紹介して、どんどん人を励まして、人をどんどん応援していきましょうっていうのが私の動画の狙いでございます。それでは失礼します。